族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。数日前、セルさんから妹は目が見えないと知らされた時、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。ええ、あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性はやはり私が記憶する妹でした。彼女が蒼天堀にいた理由も、私を探すためだった。ずっとこんな私を探してくれていたんです。立花桐生さん、私は妹に、シャオチョウに会いたいです。今の私はそのためだけに生きながらえています。もう二度と逃げたくはありません。もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。奴は立花さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。なんだと。なんでこんな時に。立てるか立花。はい。いたぞ立花だ。お前らの狙いは立花なのか。てめえもいたのか、キリ。いい加減死んどけ。もうアジア海にいることはできませんね。キリさん、西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が空の一つぼを狙う限り、妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。どうした。誰かに見られています。何。桐生さん、最悪の相手です。知ってるやつか。大陸のマフィアにいた頃見たことが。私が知る限り最強の殺し屋、名前はラオグエ。ラオグエイ。殻の一つもの殺しは一見荒い仕事に見えて、警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事です。ラオグエイならそれができます。なんだと。彼ほどの殺し屋が堂島組とつながってるとすると、あなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう。李火少子，给我出来！我收到的命令，并没有要求我杀你。なんて言ってる？
奴の狙いは私を生け捕ることです。キリュウさん、今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできません。ですが、あなた一人だけなら逃げられます。妹、頼みます。立花、よせ。只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。何してんのか分かってんのか。言ったはずだ、今俺に手を貸せばお前は。うるせえ。俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。ああ行くぞ。んじゃあ次六本目行こうか。7本目もまとめていっちまった。指先は神経が集中して痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本、全部潰れるまでに私の口割れますか。舐めやがって。いい加減開けやおら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないでちゃんと仕事しないと。渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、クゼさん。この野郎！
しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか能がねえのか。お、あと少しで口割りますよ。こいつはまだわかんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ、おらねえ兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんていつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺はな、自分より強えと思われる奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだよ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちや、この俺がいい悪いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだおら。バカ野郎が。キリュウ、立花、すまね、遅くなった。謝ることありませんよ、キリュウさん。おい立花、よせ、妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む、誠をここに。分かった。もう間に合いません。立花、キリウス、ラオグエよ。あやつってのは道島総兵です。なんだと。クゼが言ってました。すべての人は道島が引いています。クガ様さを排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい立花、なんだこんなことに。こんな、立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。
あの土地は近江連合に売ろうとしている人間が東条会の中にいた。裏切り者よ。そいつが誰なのかまだ分からねえ。ただそういう動きがあるのは確かだ。もし殻の一つを近江連合が手にすれば、奴らは再開発計画を乗っ取れる。東京進出だ。そして東条会に戦争を。知ったことか、キリュウ。女を渡せ。東条会全部を敵に回す気か。牧村誠に指一本でも触れてみろ。俺が東条会を潰す。一人残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。キリュウ、お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃん、どこ？お兄ちゃん。